はい、どうもおめでございます。葵くん編やっていきたいと思いますよ。トラーレのパルマ実況続きからやっていきます。葵さんは物に執着しなさそうだね。俺そういえばしないかもな。あんまり欲しいと思うものもないんだよな。あー、そんだけ。そうだな。じゃあ友達作りか急にセンチメンタルなメール。この島には親切で楽しい人が多いけど、早くみんなと仲良くなった方がいいと思う。仲良くなった方がいいっていう言い方がもう違うもんね。友達作りってそういうことじゃないから。あ、歯ブラシと何か訳があるのかな。スポーツ図鑑虚無やな。この部屋と一体化してるな。彼を退屈させてはいけない。早く何か差し入れ、次の差し入れを持っていかなきゃ。あ、メールした方がいいか。どうしようかな。どこ行こうかな。図書館行こうかな。まだ最初の方行くとこないからね。やることなくなることが多いんだよな。あまりにやることなかったらカットしようかな。ねえ、シャさん、食事休ませた？まだなら一緒に行って、ねえ、シャさん？ダメだ、聞こえてないみたい。今日は諦めて帰ろうかな。え？あ、白身。もしかして今私に話しかけてた？新しい無視のやり方かこれ。うん、大して用事ではないけど、もしかしていじめられてる？ごめんごめん、書類の作業に集中しすぎたわ。で、何の用だったの？食事がまだなら一緒にどうかなと思って。ああ、そういえば食事のこともすっかり忘れてたわ。我に返ってみれば喉もカラカラになってるし。すごいな、本当に熱しやすく冷めやすいタイプなんだな。すごい集中力だね。趣味も仕事もそうなのよ。視野が狭くなるとお客さんへの対応が遅れちゃうから、ほどほどにしないとね。これからは気をつけるわ。いやー、師匠さんもいいキャラしてるよな。そんなわけだから食事はまだよ。一緒に食べましょう。うん、そう。失礼。そうだね。師匠の集中力。仲良くなるにこうしたことはないだろうけど、なんで？何か不安？私も仲良くなりたかったから背中を押して欲しかっただけ。いいね、カップルっぽい会話をしてるね。じゃあ休息。外出、特に夢アプリ開いて、夢アプリ開くっていうか夢アプリ一旦挟むか。今日何させようかな。どんなコスプレイをさせようかな。風邪引きセットだな。じゃあお届け宅配便とエイリアンは最後の方に残しておきたいからな。本当にしんどそうだなマジの病人やん。少し楽になってきた。くすぐった。少し楽になってきた。そこ。ああ、合ってた。気持ちいい。少し楽になってきた。くすぐった。え、範囲が広いよな。気持ちいい。難しいぜ。少し楽になってきた。そこ。おい。気持ちいい。あ、ボーナスタイムですか。楽勝ですね。気持ちいいか。気持ちいいか、お兄さん。お前のおかげで、すっかり良くなったよ。ありがとう。何でも似合うな。汗かいたし、シャワー浴びたい。え？一緒に。ダメ？喜んで。私なんかでよければ。わさ。無地のシンプルパンツ。あ、そうだ。パンツあったな。パンツシステム。ちょっと、葵はちゃんとしててほしいな。なんだ、そっか、背中なんて押さなくてもお前なら向こうから寄ってくるよ。めちゃくちゃいいこと言ってくれるやん。なんだこの野郎、イケメンかこの野郎。スポーツ図鑑はどうでしたか。イベントが発生しないんだよな。とりあえず花柄のパンツ買いに行くか。花柄のパンツください。もう花柄のパンツがいつまでもなくならないのって何なんだろうね。何着でも買えるってことかな。見たくなったら買って送ってねってことなのかな。どうしようかな。農園行こう。あら、白身ちゃん、いらっしゃい。今日は畑仕事じゃないんですか？そうなのよ。今、ニワトリたちが産み落とした卵を集めているの。
私もお手伝いしていいですか？ええ、もちろん大歓迎よ。今日は特別に多いみたいだから。そういえばね、卵を拾いながらいつも思うことがあるの。ほら、よく言うでしょ？卵が先か、鶏が先かって。卵を拾うたびに考えているんだけど、考えれば考えるほどわからなくて。どっちが先なのかしら？悩んじゃうわね。ふふ。悩み事なさそうだな、おばあさんは。幸せそうだ。そんなことで真剣に考えられるとか。すごく幸せなことですよ、おばあさん。ああ、全部見たよ。読み終わったら体を動かしたくなってきてさ。狭いスペースで一人でやれるスポーツってないかな？音楽に合わせて体操は？さすがに筋トレはスポーツじゃないよね。筋トレって分類的にスポーツになるのかな？筋トレは筋トレな気がするんだけど。また枝毛？どこもおかしなとこないよな。なんで？どうしたの？なんか出る？吹き出し。あ、出ないのか。え、もしかして監視カメラ疑ってます？見つけてくれてもいいんだよ。早朝に公園に集まってやってそうなやつ、もっとガンガン行きたいな。なんでなんでラジオ体操限定なんだよ。今なんかいろいろ流行ってるやろ。 YouTube とかでいろいろ調べたらいっぱい出てくるよ。なんだっけ、クラップ、ハンズクラップか、ハンズクラップとかやったらいいやん。何か困ってることはない？じゃあとりあえずパンツ差し入れますか。花柄のパンツ。外出でもイベント。なんだろう、パンツだよ。え、これって下着？あのサボテンまた枝分かれしてる。千人称になってきたな。まあ、サボテンってもともと千人称なんだけど。あ、図書館。なんだろう、新しい図鑑？ねえ、所さん。室内でそれも一人でできるスポーツって何かないかな？何それ、白身がやるの？うん、私じゃなくてとある男の人なんだけどね。そうね、スポーツはできないけど練習ならできるんじゃない？練習？あ、そうだ、使わなくなったテニスラケットがあるから、それでよければあげるわよ。テニスの素振りなら一人でもできるし、それなりにいい運動にもなるんだから。ありがとう。部屋で振り回せるかどうかわからないけど、とりあえず葵さんに差し入れてみよう。まさかとは思ったけど、なんでここにテニスラケットがあんだよ。なんで持ってきてんだよ。しかも使わなくなったテニスラケット。ついに物置計画始めたな、あいつ。ほんま面白いな。あえて言うならここの歯ブラシが心地悪くて、実は毎日新しいのに変えてもらってるんだ。ああ、そうなんだ。合わない歯ブラシじゃ一日が始まらないよね。確かに毎日同じ形のブラシ届くんやったら意味ないよね。え、売ってたりしない？売ってないですね。じゃあ公園行くか。ふん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 。なんだかご機嫌だね。あらやだ、わかる？ミルク風呂のおかげで最近お肌のツヤがいいのよ。ミルク風呂？そう、今ドハマり中なの。お肌ツルツルになる上に保温効果もあって湯冷めしにくいし、リラックスまでできて一石三鳥よ。だからついつい長風呂になっちゃうのよね。ゆっくり風呂っていいよね。でしょ？あんたにもミルク風呂の素分けてあげるわ、よっと。うん、楽しみにしてるね。俺も毎日でもないけど、まあまあでもほぼ毎日か。最近は30分ぐらいは湯船に浸かるようにしてますよ。なんか割とね、インドアだからさ、汗かくことってあんまりないんだよな。ランニングとお風呂ぐらいでしか汗かけないから、歯磨きに一日の気分を左右されるなんてな、なんて大げさか。でもやっぱり青に越したことはないよな。いや、歯ブラシがね、調子、俺電動歯ブラシなんだけど、電動歯ブラシが調子悪くなってきたりするとすごいストレスになるから、気持ちはすごいわかるよ。差し入れ受け取ったよ。ベトーンズっていうとこの下着。俺ここの下着好きなんだよね。有名ブランドなんですか？葵さんがそれを履いた姿見たかったな。見たかったなからの履いてくれると思ってたよ。はあ、気持ちいい。いいリアクションするね。ハルトの時は疲れ取れないなみたいな感じだったのに。はい、
どうですか？もっこり、もっこりしてますか？はぁ、平だ。そこはこだわってほしかったな。パンツの作り的にめちゃくちゃ押さえつけるタイプのパンツなのかな、もしかしたら。そのフィット感が人気なのかな。1、2、3、4。あー、モコリスがないな。俺の下着姿が見たいってこと？意外と大胆なとこあるんだな。でもこれは確かに見せびらかしたくなる。そうなの？これ島の外に出ても手に入るかな。でもこの好きなブランドの下着なんでしょ。じゃあ島の外にもあるよ。ネットショッピングで探せば見つかるかも。じゃあ次々に差し入れしますよ。なぜか図書館にあったテニスラケット受け取りな。ん？よし。農園でイベント。おばあさんの姿が見えないけど今外出中かな。あれ、この一帯にひまわりが植えてある。もうつぼみがついてるんだ。このつぼみなんて今にも咲きそう。あらあら、白身ちゃん来ていたのね。あ、こんにちは。あら、ひまわりを見ていたの？はい、もうつぼみがついてるんですね。開花にはもう少しかかると思うけれど、咲いたらこの農園も明るくなるわね。ひまわりってなんかインパクトすごいよね。一輪でいいのかな。一輪で咲いててもすげえインパクトあるなって思うわ。はい、咲くのが楽しみですね。なんか嬉しそうですね。太陽のようで元気をもらえますよね。あら、白身ちゃんもそうなのね。私もひまわりを見てると元気をもらえるの。太陽に向かって咲く花、咲くのが楽しみね。あらあら、いけない。ちょっとお人と会う約束をしていたの。あ、そうだったんですね。引き止めてしまってすみません。いえいえ、ごめんなさいね。私も白身ちゃんとお話ができて嬉しかったわ。またこの子たちの様子も見に来てあげてね。オッケー、任してくれ任してくれ、パーさん。お、メール。そうだな、ここだと外のネットワークにつながらないからもどかしいよ。あ、でもこれ今気づいたけど、花柄の中にサボちゃんがいる。ってことはこの施設の限定品だったりするのかな。ますます気になってきた。ここ限定、この島限定で作ってくれてるってこと？それすげえな。テニスのラケット差し入れてくれてありがとな。これがあればイメトレだってしやすいし楽しめそうだよ。あー、テニスもやってそう。テニス好きなんだね。喜んでもらえてよかった。そういえば葵さんってテニスが似合うよね。うん、似合いそう。なんかまあ何でも似合いそう。バスケも似合いそうだし、身長も高そうだもんね。顔的にこれで身長160とかだったらちょっとショックやもんな。あ、早速返してくれようとしてる。つまり俺は爽やかに見えるってことだな。そう思っておく。うん、そういうことなんだけどな。サボテンはどんな感じ？じゃあ外出してどこ行こうかな。雑貨店に何か増えてたりはしてる。いらっしゃい。柔らかめの歯ブラシちょうだい。また来てくれよ、お客さん。でもどんなのがいいのかってちゃんと聞いといた方が良かったんじゃないの。硬い方が好きなのか柔らかい方が好きなのか。結構歯ブラシって人それぞれだよね。なんか薬局とか行ってもめっちゃ種類あるし。真心 100% の歯ブラシ磨けなさそう。お、あいつから。他にも女いんのか。歯ブラシだよ、使ってね。ノーリアクション。変えるのは早いけど。はいはい、大きくなってるよ。というかまた枝分かれして両手が生えたみたいになってる。成長が早いみたいだね。マラカスを持たせたくなるね。ユーモアだな。ユーモアのセンスがありますね。また農園だ。行くか。ふふ、白身ちゃんこんにちは。どうしたんですか？なんだかご機嫌ですね。あら、白身ちゃんにも分かってしまったかしら。男できたか？これを見て。あ、この間のつぼみが花開いてる。他のつぼみはまだ固く閉じてるみたい。咲くのはもう少し咲くかな。俺のランニングコースにさ、ひまわり咲いてるとこがあるんだけど、今これ撮ってるの11月なんですけど、
まだ咲いてるひまわりあるからね。あれ見て結構相当なインパクトもらったな。咲いたんですね、ひまわり。そうなの、この子だけ他の子よりも少し早く目が覚めてしまったみたい。この子が寂しくないように他の子も早く咲くといいですね。一輪でも咲くと葉っぱがにぎやく華やぎますね。いや本当そうだと思うよ。一輪でも半端ないインパクトだよ、ひまわりは。よくその細い茎であんだけ長い身長を保てるなって思うしね。ふふ、他の子たちも咲いたらもっとにぎやかになるわね。本当に見ているだけで元気をもらえるわ。元気か。外に出られない葵さんにもこのひまわり見せたいな。あの、このひまわり写真撮ってもいいですか？ええ、もちろんよ。私もしろみちゃんの写真をぜひ見たいわ。ありがとうございます。それじゃあ。あら素敵、綺麗に撮ってもらえてこの子も喜ぶわね。おばあさんいい人だな。よかった、綺麗に撮れたみたい。この写真は後で葵さんに送ろう。いや、ひまわりに何か関係してるんだろうね。ハルトはアネモネだったけど、なんかバックの潜在写真みたいなの、葵の潜在写真みたいなのもひまわりだったし。歯ブラシが合わないって話覚えててくれたんだな、ありがとう。柔らかめのを選んだよ。イベントが農園パレードやな。あら、しろみちゃん、ちょうどいいところに来てくれたわ。この前の植木鉢用の肥料を渡そうと思って用意していたの。もうかなり成長したでしょう。サボテンって肥料いるの？はい、すごい成長が早いみたいです。やっぱりそうね。そろそろ土が痩せてきた頃だと思うから、この肥料を追加してあげてね。ああ、まあでもいい土はいいって言うもんね。とても栄養満点だから、サボテンちゃんも喜んでますます成長してくれるわよ。肥料、スーパー肥料 X。江南に売ってそう。あ、でも江南って場所によっては伝わらないんだよね。ホームセンターなんだけど。そんなところまで考えてくれて、サンキュー。新しい歯ブラシの感触、楽しみに使わせてもらうから。いいやつだな。ひまわりが咲いていたよ。いいね。でもなんだっけ、こういうのが苦手な人っているじゃないですか。集合体恐怖症だっけ。なんかそういうのが苦手な人だったらひまわりってダメそう。ハスの花とかがダメな人とかもいるよね。アイテム差し入れ、スーパー肥料 X。 受け取んな、スーパー肥料 X。 で、監視。なんだろう。届けがいがあるわ。相当重いでしょう。相当重いでしょう。ねえ。ノーリアクション。あ、そんなに大きくなかった。へえ、珍しい。まだ咲く時期じゃないよな。早咲きみたい。綺麗だよね。季節的には今いつなんだろうね。出かけまっか。なんか売ってたりしない？特に売ってないんだったら公園行くか。ちょっと見てよ、白海。今日の庭師ってばいい男じゃない？庭師さん？お、なんかさ、オカマのキャラクターってさ、ずっと男を探してるっていうイメージがあるんやけど、これって結構風評被害じゃない？オカマの人だって、そうじゃない人だっているでしょ？そう、公園の景観を保つために定期的に庭師が来て、木々を剪定して回るのよ。日々何気なく目に映るものが美しいと人の心を豊かにしてくれるでしょ？植物の方だって誰にも気にかけてもらえないと枯れていく一方だから、持ちつ持たれつの関係よね。まるで男と女みたいだわ。どういうこと？女は男に見られて美しくなり、男は生き生き輝く女を見て心を満たしていく。だから、あんたを見る男が幸せを感じるかは、あんたがいかに輝いてるかにかかってるってわけ。ピンとこないな。女って重大責任重大よね。うん、女はな。にしてもあの職人、見れば見るほどいい男だわ。ちょっと彼の視線浴びてくるわね。すぐそらされるぞ。視線か。葵さんの目に私はどう映ってるのかな。見られるということ、まあ見られる、そういう職業してたら本当にどんどん綺麗になったりするもんね。なんか最初やぼったいなーっていうさ、女優さんとかでもどんどん美人になる人とかいるじゃんね。そうか、早咲きか。写真ありがとう。あ、面会申請ね。オッケー。ありがとな、肥料のこと。育ってきてちょっと栄養状態が気になってたところだったから。めちゃくちゃ気にかけてくれてるやん。俺肥料のことなんて気にしたことないよ、植物育てるのに。
名前もスーパーヒーロー X だもんね。絶対強えよ。じゃあ面会申請するか。特にイベントもないし。よし。今日は葵さんとの面会の日だ。こんにちは。葵さん、こんにちは。葵さんっていいな、やっぱり。なんか、くすぐったいな。葵さんっていいよね。くすぐったいって？改めてそう呼ばれると。どうしたの？まだ本土に戻らなくて大丈夫なのか？戻れないんだよ。この島の生活にも馴染んできてるみたいだけど。適当にごまかさないと。まだ戻らなくても大丈夫。そう、まだ。それならいいんだけど、あまり一人で溜め込むなよ。優しい。悪いな、心配かけて。葵君は優しいな。うん。じゃあ島のことにはだいぶ詳しくなった感じ？どう、この島歩いてみて。出会う人みんな優しくて楽しいよ。思ってたよりのどかで落ち着いた場所だね。まあこんな孤島だからね。こんな孤島が落ち着いてなかったらちょっとやだな。出会う人みんな優しくて楽しいよ。そうみたいだな。よかったな、いい人たちに恵まれて。やっぱいいやつだよこいつ、本当に。お前がここで一人不安になっていないか少し心配だったんだ。まあ俺のせいだけど。イケメン、いいやつ、内田優馬、言うことないな。だから少し安心した。メッセージを読んで島の人たちとうまくやってるのがなんとなく伝わってきて。よかった、これからもいろいろメッセージ送るね。ああ。あ、そうだ、この間のひまわりみたいにまた写真も送るよ。ああ、あれか。ああ、やっぱひまわりになんか良くない思い出でもあんのか。ありがとう。農園に咲いてたんだっけ、あのひまわり。わかりやすいリアクションするね、君は。うん、他のはまだ咲いてなくて、あの一輪だけ咲いてたの。へえ、ずいぶんとせっかちなひまわりなんだな。送られてきた写真を見て、もうそんな季節だっけって思った。きっと夏が来るのが待ちきれなかったんだよ。もしかしたらこの島は本土と少し気候が違うのかも。ああ、それはワンチャンありそうだよね。ああ、そうか。ひまわりって実際何月ぐらいから咲くんだろう。ん？あの時行ったのは、どこだったかな。え？どうしたんだろう、何か考えてる？ガラスを叩いてみた方がいいかな。コンコーン、失礼しまーす。あ、ごめん。何の話してたっけ？そんなに話飛ぶ？何言って、この前農園に咲いてたひまわりの話。ああ、そうだった。悪いぼーっとして。あまり興味なかった？ん、別に、そんなことないけど。ただ普通に、綺麗だったなって、それだけ。いや、なんか、お前と思い出でもあるのかなって考えてた。思い出そうとしてくれたの？ああ、そうだな。あまり追求してもしつこいと思われるかな。まあ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 、そっとしとこう。嫌なことだってあるでしょう。あまり追求してもしつこいと思われるかな。そう。ごめん、あまり気の利いた言葉が思い浮かばなくて。単に花に詳しくないってだけ。お花の図鑑も送りましょうか。面会終了のお時間です。そうはさせませんよ。もう時間か。もう少しいろいろ話せたらよかったのにな。どうしよう、延長でお願いします。あの、もう少し彼とお話できませんか。わかりました、いただいたものに見合うだけのお礼はいたしましょう。どんどん隠さなくなってきてるこの人。ありがとうございます。もうしばらくしたらまたお声をかけに参ります。面会延長。時間まだ平気？平気です。任してくれ任してくれ、金ならいくらでもあんだよ。うん、もう少し話せるって。そっか、よかった。花にはあまり興味ないの？
花？特に詳しいわけでもないし、普通？さすがにひまわりくらいはわかるけどな。あとはチューリップとか桜とか。でも俺も正直それぐらいの知識だわ。綺麗な景色を見るのは好きだよ。昔はよく犬を連れて並木道や公園を散歩したりした。犬飼ってたんだね。ああ、話してなかった？え、うん、初めて聞いた気がする。そっか、子供の頃に飼ってたんだ。すごく賢くてさ、俺の方が遊んでもらってた感じ。ボーダーコリーとかかな。仲良かったんだね。なんていう犬だったの？なんていう犬だったの？ゴールデンレトリバー。そら賢いわ。レオンっていうんだ。おお、もうなんかベターやな。ゴールデンレトリバーのレオン。子犬みたいだったのに、あっという間に大きくなった。俺が教えたら、お手とかお座りとか、簡単な芸ならすぐに覚えるし。ゴールデンレトリバーってなんかすごい、あの面倒見がいいんじゃなかったっけ？子供とかの。食事の時は目の前に餌があっても、俺が食べ始めるまでずっと待ってるんだ。あとは俺を見つける天才。どこにいても必ず見つけるんだ。迷子になった時もレオンが俺を見つけてくれた。知らない場所に一人きりで心細かったけれど、駆け寄ってくるレオンを見たら、それまでの心細さも不安も一気に吹き飛んだんだ。レオンは葵さんの大切な家族だったんだね。レオンは葵さんの一番の理解者だったんだね。ああ、どれもいいな。大切な家族だったんだね。家族か。そうだな。家族以上だったかも。家族以上ってなんだ。一緒に過ごす時間も、何もかも。俺さ、犬飼いたいなって思うことあるんだけど、死んじゃった時がさ、俺多分大変なことになるんよな。かけがえのない大切な家族だ。葵さん、うん、もう死んじゃうことなんて考えたくもないんだけど。というわけだから、なんかごめん、俺ばかり話して。葵さんの一概な一面を知ることができた気がする。いや、絶対この人いい人だから、そんな面いっぱいあると思うよ。なんか雨の日に捨てられた子犬に傘さしてあげるタイプの人だよ。私もレオンみたいに葵さんの思い出見つけられるかな。こじゃれたこと言っとこう。俺が自分で見つけるよ。いや、手伝わせてください。お前との大切な思い出。あー、気まずい。お、なんか柄にもないこと言った気がする。そうでもないと思うよ。葵さん、照れてる？コンコーン。なんだよ、調子狂うな。ほんと、コン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 。お時間です。お部屋にお戻りください。今日久しぶりにレオンのことを思い出して懐かしくなった。もう少し待ってて。お前のことも思い出すから必ず。それじゃあまたな。またな。爽やか、イケメン、好き。必ず私のものにしてやる。およよ、葵さん、いつもと少し様子が違ったかも。ひまわりでしょう。元気がなかったというか、少し様子を覗いてみようかな。ひまわりを見てのリアクションって感じだったけどね。よいしょ。何を考えているんだろう。ずっと窓の外を見てる。そうだよね、私葵さんのこと何も知らない。そらそうだよ、この島に来てから出会ってるからね。葵さん、葵さん、もしもーし。そんだっか。まさにな。ネーミングだよな。サボテンに向いてる肥料って説明にも書いてあるし、期待できそうだな。じゃあどれにしようかな。見られるということ。
女は男に見られて美しくなり、男は生き生き輝く男を見て、女を見て心を満たしていくってシンディさんが言ってたんだけど、葵さんもそう思う。なんかややこしいな。メールが投げ。よし、じゃあ今回はここまでで終わろうかな。また次回、葵くんを全力で落としていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、またね。